ただいまからご紹介を伝えました京都拠点に活動しております、勢いに笑うと書いてセッションと申します。我々セッションは今年の7月にチームを結成し、この初優勝祭りがチームにとっての初めての披露の場となります。よさこいチームにはそれぞれコンサートをされているお祭りがあると思います。我々セッションも夏の名古屋のお祭り、お祭りを本体としています。しかしその時々のお祭りによって演舞を表現するメンバーを見てくださるお客さんも異なります。だからこそ熱唱にとってお祭りは一期一会です。今日の演舞は道具は幕しかありません。衣装もロンティーです。しかしここに集まっている60人の踊り子の勢いと一人一人の栄冠を演舞に乗せて披露します。皆さんもこのハンドリングショップの祭りの思い出に我々セッションが入らせていただければ幸いです。これからの我々の活動を期待してください。そしてこれから演舞するセッションを存分に楽しんでください。精一杯演舞いたします。よろしくお願いします。勢い任せ、笑い飛ばせよ。これから